はい、ということで今回はですね、こちらのカーパーキングマルチプレイヤーですね、オールフェバリーとやっていきたいと思うんですけども、まあ、今回は、ようやくこのコインがですね、ちょっとまたブライアンのアルサインを打って1550まで行きましたので、ついにですね、ラム 1500TRX を、買いたいと思います。で、ちょっとこの、まあ、7日のフリーギフトなんですけど、まあ、これはですね、まあ、皆さん手に入れれてるとは思うんですけど、まあ、一応見てないのでちょっとですね、これも一緒に紹介したいなと思います。これはですね、ラム1500レベルということで、まあ、おそらく2016年式のやつなんかなということなんですが、まあ、まずはですね、こちらの、まあ、新しい方のですね、これは2022年モデルなんですかね、1000コインで、一応ここ、まあ、ウィングだけ見れるんですけど、まあ、これはですね、ちょっとフロントバンパーとかサイドスカート、リアバンパーとか、まあ、サイドスカートというか、まあ、このステップですねの ボタンがないので、これをもしかしたらですね、買うとか買わないとか、キャリアだけとか買います。ピッ、あちょっとウィングつけちゃったけど、はい、じゃあまずは気になるエクステリアパーツ、おりゃ、あーよかった、何よかったっていうのもどうなんかなっていう話あるんですけど、まあよかったですね。じゃあこちらはちょっと白でいきましょうか。まあストロボライトのつく位置としましては、こんな感じですね。でホイールですね、まあもうこれかっこいいからこれでいこうかな。ちょっと色だけ黒くしましょうか。ピッと、はい、うん、まあまあまあ、あんまりそんな言うほどのことはとりあえずないですね。じゃああとちょっと車高ですね。あ、結構トラベル高めですね。はいはい、あー、まあまあまあ、落とす方向はまあでも結構低くなりますね。まあこのタイヤとタイヤハウスの隙間はもうほとんどないぐらいにはなってるので、これはちょっとまあ珍しいピックアップの形かなとも思います。で逆に上げ方向行くとこんな感じですね。あ、ちょっと待ってよ、ウィルスを忘れてたよ。はい、ということでですね、これまた音いいじゃないですか、結構。ですね、これ僕道が分かってないんですけど、あ、これ左に出たらまあすぐにいつもの砂漠に行けるわけですね。ここはですね、レーンアシストがつかないので、ここまで出ないとね、いけないという話でございますが、まあパーツがないんでね、そんなになんかどうなんやろっていう話ありますよね。これはちょっとエクステリアを見ますが、まあボンネットが開くとかもありませんし、はい、じゃあですね、次は内装をですね、ちょっと内装を見てみます。さあ、お、なんかこれめっちゃ文字書いてるな。しかもだいぶ中やっぱかっこいいですね。すごい量の文字、ほら PRND、 ここら辺は変わらないね。うわー、メーターの感じだいぶいいよ。水温計とかもねついてます。フュエルメーター、これはなんだ、あ、なんか文字が反転しますね。320、160、こっちもよ、100、ラスト 8.3、 ベスト 8.2、 これ燃費かな。60、330、1/8、ちょっとよくわかりませんが、なんかメニューとかもあるね。スタート、エンジン、ストップ、プッシュスタートボタンがありますね。でここもすごいよ、ここも何これ、トランスミッション、パドルシフト、え、何これ何これ、これ何、あー、あれか、あれやな、足回りやな、これ。びっくりした、なんか変な模様が書いてあるのかと思った。わー、これはまた使う方もあれですね、いろいろ機能覚えるのが大変ですよね多分。あ、なんかここにもボタンあるぞ。 4WD オート、なんとかロック、 4WD ハイ、ロー、 LAUNCH、 何これ。あ、なんかモードのなんか切り替えボタンとかもあるな。お、何これ、これは USB か。シフトのノブがこれか、あ、これやな、 PRND、 うん、まあこれはですね意外とシンプルですね。
で、ですね、赤いステッチと、で、まあ、カーボンパーツがですね、ところどころにあります。後ろはこんな感じで、足置くところがまたこれちょっとすごいですね。あ、なんか後ろもなんかあるね。USB とか、あとなんかエアコンとか、あ、あれか。シートヒーターとかかな。で、コンセントもあります。コンセント。すごいなぁ。何この赤いの。これはスピーカーの網かな。ちょっと色が気持ち悪いですけど、これは結構見がいのある内装ですね。見がいのある内装ですね、これは。で、まあ荷台の部分こんな感じですね。だいたいみんなこのピックアップトラック買った人ってここに何乗せるんかな。どういう用途でみんな買うんでしょうか。まあでも5人乗りですからね。まあキャンプとか、まあ、する場合はもうめちゃくちゃいいかもしれないですよね。まあでも日本ではちょっとまあでかすぎるかなと思いますけどね、こういう車は。たまに見ますけど。はい。じゃあ次はですね、ライト見てみましょうか、ライト。ちょっとライトもこのまんまで、これでいったら結構近づいて見れるからね、これでいこうかな。さあ、ヘッドライトをつけよう。お、結構色がしっかりしてます。まあピキーンとね、光る感じはないですけど、ブルーム入れてても、あ、なんか勝手に走り出した。で、ハザードですね。おー、すごい、結構全体的な光り心地ですね、これは。で、サイドマーカーもね、あります。さあ、後ろに行きたいんですが、はい、後ろはですね、こんな感じですね。バックライト、で、これがですね、ブレーキランプでございます。まあ上もあるんじゃないですかね。で、テールライトはこんな感じ、微妙に光ってます。はい、じゃあですね、続きましてこちらのラム1500レベル、こちら行きましょうか。これちょっとマフラーすごいな。まあ、こっちの方がでも車高高くない？あ、マフラーはまあ普通に2本出しっていう感じですね、 TRX の方は。なんかこっちはなんかめっちゃ太鼓斜めに出てきて、マフラーの出し方だいぶあれですね、いかついですね。で、この車はパーツがね、あります。まあもうほとんどの方はゲットしてるとは思うんですけど、一応まあどんな形があるのか、これ何なんですかね。これちょっとデザイン的にこういうのってあるんかな。で、後ろはですね、こんな感じですね。で、サイドステップ、まあちょっとまあステップぐらいはちょっと買いたいなとも思うんですけど、まああんまりピックアップトラックの使い道がないからやめとこうかな。ボンネットもあります。で、ここら辺ですね、このキャリア関係のこういうのと、で、あとは、上にですね、ライトをつけれるという感じでございます。あ、ストロボの位置はですね、さっきと変わりますね。こういう感じになってます、ね、さあ、音がですね、どうでしょう。おお、いいね。まあさっきと、あ、でもなんかまたさっきとはちょっと違うような気がするな。ちょっとうろってますけど、はい。ではちょっとですね、オートクルーズしていって、まあこれはですね、ちょっと濃い赤のクロームカラーにしてるんですけど、まあこれちょっとですね、企画で使おうかなって思ってたんですけどね、まあ結局何もできずじまいですが、はい。まあまあそんなに、まあ皆さん、ほんまどうですかね、ちょっとコメントで書いてほしいですね。実はまだこの7日ギフトゲットできてないです。ちょっとこれもちょっとあれやな、足をちょっとはみ出すぎてます。まあやっぱでかいのでちょっとですね、このカメラにちょっと収まってない感じはありますよね。だからダイナミック視点で見ないとちょっとおかしなことになりますね。いや、かっこいいですね、でもやっぱこれも。さあ、じゃあ内装ですね、見ていきましょうか。あ、すごい、もうほぼ一緒や。メーターやっぱほぼ一緒ですね。やっぱ同じ車っていう感じしますね。まあほぼ一緒ってこう並べたら全然違いますけど、まあこのレイアウト的にはやっぱ似てますね。で、プッシュスタートボタンがあって、あ、これはシフトモードというかマニュアルモードがない感じかな。 4WD をこうね、タブレット式のアイコンでかくない？アイコンでかいな。ああ、でもやっぱここら辺は全然違いますよね。これ結構なんかシンプルというか、そんなに、まあ2016年でしょ。
2016年言うたらもうね7年前になるわけですから、そらこんな感じかと思いますけど、まあでもやっぱりこのシートとかの感じとかも全然違いますね。まあ TRX はおそらく最上級グレードなんかな。やっぱここら辺にこの USB とかもないしな。これはあ、ジュースも置けんのかな。これジュースここ置けんのかな。ジュース置けんのかこれで、荷台の方はこんな感じとなっておりました。あ、これはですね、このタイヤのボコッと感がないですね。タイヤのボコッと感が、これで動かすのゆっくりやからな、しんどいな。これタイヤのボコッと感はなんでないんかな。ちょっと縁があれか、分厚いんかな。うん、ですね、まずはヘッド、まあこれでも十分近づくか。ヘッドライト、お、これはちょっとハイビーム結構明るめやな。ちょっと眩しく光ってくれますね。で、インカーですね。インカーもまあこの中の方も、まあ、光るんかな、これ外と中ってほんまかな。サイドマーカーがねないですね。で、後ろ、あ、なんか後ろちょっとこれ光り方なんか怪しいな。なんかちょっと適当感がありますね。で、テールライト、あ、テールライトでも結構しっかり光りますね。このなんかこの部分ほら、これは結構光り方がかっこいい。で、ブレーキ、あ、でもテールライトとブレーキ光るところ一緒ですね。で、ハイマウントストップランプも光っております。これもよれんのか。で、バックランプ、はい、バックランプですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ僕がですねこのピックアップトラックを買ってなくて、まあ、この動画を見てこれを1000コインでですね買うかというと、まあ、絶対に買わないんですけど、まあ、正直は前のね、まあ、今回追加された車でこんなコインの車別にどれもいらないと思うんですけどね。正直言ってもっと日本車で釣らないとやっぱ日本人買わないと思いますけどね。あ、バス、まあ、バスはまあバスはしゃあないな。うん、これもいらんかったしな。あ、これはもうマジでもったいなすぎるな。これ5000コインですよ。これを買うために何回ブライアンの R3 を売ったか意外とね日本車がコインで出てきた時は良心的な価格してますからね。500コインとかロードスターもそんなに高くなかったと思うんですけど、まあちょっとですね、まああとあれか、ジープのグランドチェロキーやな。あとグランドチェロキーのこのコイン車紹介だけできてないので、まあこれ300コインやけど、まあパーツが多分それなりに高いからな。あとちょっとどっかのタイミングでこれだけやって、あとはもうちょっと次のアップデートに備えてどんどんコイン稼ぎですね進めておきたいと思います。1万コインぐらいも持っといたろうかなっていう話ですけどね。はい、ということでよろしくお願いいたします。